松山城大天守伊予松山藩は、江戸時代、伊予国温泉軍を中心に、久米軍、野間軍、伊予軍などを治療した藩。藩長は、松山城。慶長5年の関ヶ原の戦いにて、東軍徳川家に味方した、加藤義明が20万国出立藩。寛永4年、道の区国会津藩42万国に、が転望される。同年代わって、出羽国上野山藩より、 ガモウ・タダトモが24万国で入法。寛永11年死しなく死去のためガモウ氏は断絶した。寛永12年、伊勢国区罠藩より、松平・貞ダが15万国で入法し、明治維新まで続く。また、元禄16年2月には、幕府から江戸松山藩邸での預かりを命じられていた、赤楼市10名が切腹した。江戸初期には、経済的には豊かであったが、 官文、遠方年間に干ばつ洪水などの基金に見舞われ、それ以後は財政難が続いた。特に五大帝営の教法17年の教法の大基金では、領民の合社は3500人に上る甚大な打撃を受けた。この合社の中に藩士は一人も含まれていなかった。帝営は領民をないがしろにしたとして、幕府より、 再挙不行き届きと咎められ錆ビへの処分を下された。このような財政難の中、十二代藩主勝吉は、天命四年に落雷により消失した松山城天守を安政元年に再建している。また、十三代藩主勝成は、安政六年に勝海舟の設計により、外国船舶に対処するため、武蔵区に神奈川に、砲台の築造や、警備などを行った。 幕末は、審判のため幕府方につき、特に、長州政党では先方を任され出兵。財政難の局地に陥った。この際に占領した総応島において住民への略奪、暴行、虐殺を行ったことが後に、長州反罰から礼遇される要因となる。十四代貞田明は藩主になるや老中に就任。大政奉還後、辞職している。慶応四年のとば、 伏見の戦いでは、貞明と藩平は、梅田方面の警備に当たっていたが、徳川義信が江戸に引き上げたと知り帰国する。この戦いにより、朝敵として追悼され、城内では、仙台藩主、勝成の強順論と貞明の交戦論が対立するが、1月27日に戦わずに城を明け渡して、土佐藩の占領下に置かれた。なお、 円滑な会場が実現した背景には、赤学である三上忠志による、標準、高専両派への説得や長州藩の動きを警戒するとさ、松山両藩の思惑があったとされている。5月12日、松山藩は財政難の中15万両を朝廷に献上し、藩主貞だは撤去して、仙台藩主である勝成を再禁させることや、過労などの重心の撤去、 鋼鉄などを条件に許され、5月22日に松山城が返還された。また、その後、明治政府より松平の姓から旧姓である、旧姓に服するよう命が下った。明治4年廃藩地県により、松山県となる。後、石鉄県を経て、愛媛県に編入された。三達な坂にあった中屋敷。屋敷の庭で、 大石力や堀部安兵衛ら功労死十名が切腹した。維新後、松方正義の邸宅となり、その後、松方岩尾の十五銀行に上渡され、後、イタリア大使館となった。1863年撮影藩主下は、明治十七年白尺となり、家族に列した。判定は現在イタリア大使館として使用されている。四大定時下は徘徊を足しなんだ。 その後、安永年間になると一般にも普及し、寮内での徘徊が盛んになった。さらに、明治時代になると、藩士の子弟から正岡式や高浜巨子を輩出し、現代俳句へと発展した。式が松山に帰郷した際、昔を懐かしみ読んだ次の句の石踏みが、JR 松山駅前に立っている。戸様ま20万国、吉明戸様二24万国。 ただとも審判、五家門十五万国、貞行貞より貞長定時家庭へ提供貞位査定、政帝国定測定通り、勝吉勝成貞明昭成貞昭明,明治維新後に、馬軍二十三村、新居軍六村、桑村郡四村、落ち軍八村、風早郡三村が加わった。ありがとうございます。